式典アシスタントを務めるのは2019年水戸の梅大使の朝倉千夏さん。照山もなさん。鬼沢美香子さん。山城ゆかさん。以上4名の皆さんです。式典補助員は日本ボーイスカウト茨城県連盟の皆さんです。本日の総合閉会式では運営ボランティア、情報支援ボランティアの皆さん、総勢約500名の方々にご協力いただいています。式典アナウンスは茨城放送阿部茂則アナウンサーと茨城県立並木中等教育学校5年神月奈々美、茨城県立水戸第二高等学校3年中野うらら、茨城県立日立第二高等学校3年末永奈々香が担当します。天皇陛下御即位記念第74回国民体育大会いきいき茨城夢国体総合閉会式の式典が間もなく始まります。会場の皆様はご着席の上今しばらくお待ちください。